今日は恵比寿です。誰も見てません。あ、そういえば今日、俺の作った曲を聴いてもらって、お兄ちゃんに。あの待ち時間で。そう。退屈だから。なんかさ、シンセサイザーの話とかもしてたの。そうそう、今シンセサイザー使ってないやつがあるから使うとかって。急にそんな話に、ね、いや、ありがとうございますって。ヤス君でも持ってるよね、シンセサイザー。いや、持ってない。あれは違うの。あれは単なるキーボード。あ、そうなの、ね、音源がない。お兄ちゃん、シンセサイザーって聞いてるの。わかんない。ピアノとか習ってたんじゃないの。すごいちっちゃい子も習ってたけど、弾いたの見たことないの。やってない、ほぼやってないの。え、そんで、なんだった、ヤス君の作った曲ってどれのこと。あれ、イエローマジックオーケストラのいつものやつ。あの、なんだっけ、ね、ビハインドザマスク。なんだって。じゃ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 ん。感想は。じゃ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 。それシンセサイザーで作ったんだっけ。打ち込みで作ったんだっけ。打ち込みで作った。ちょっと披露しました。あ、そう。世代が一緒だからな。そう、そこからあの当時のアーティストの話になって盛り上がった。本当、よかった。話があって、ちょっといつかリアルにやりましょうよって話を。笑える。してた。笑える。まあ、ギターは弾いてもらって。ギターはね、あと全部打ち込みでできるからね。得意なんでしょうか。ドラムも、ドラムもベースも全部打ち込みでできるから、側は全部。契約、そうだな、今ドラム中だからね。みほさんに知らせとくかな。さっき LINE が来てた。これを聞いてもらった。これを聞いてもらいました。
ごいわ。まあこれからのプラン次第だね。かっちょいいってなるか、残念、ダサくってなるのか。そんなダサくっていうような具合。まあ平均点は多分取れると思うけど。ダサくなんて。これはでも五十嵐さんに書いてもらいたいんだな、なんか。なんで椎茸なの？いいなって。ああ。スタンプ。でも仁王山も買うんでしょ？え？仁王山は千葉に。千葉に。何？ゴリラ。ゴイス。ゴイスって何？すごいでしょ。ああ。まあでもみんないたからっていう話だよね。そもそもお父さんの建て替えたいのニーズから派生してるわけで、お父さんが建て替えたいって言い出さなかったらこのプランはそもそも始まってないよね。まあ、あのまだのんびりと構えてるやつとは。え？私はほらいつか建てなきゃって結構焦ってはいたけど、安子がのんびり構えちゃってたから、いつ実現するかわかんなかったけど。まあね。タイミングがやっぱこういうのはね、やっぱないとなかなか動けないから、きっかけになったのお父さんの。まあそれがきっかけだよね。まあ私はもう動かなきゃと思ったけどね。私のその意見だけじゃ安く動いてくれなかったと思います。まあなんか現実味がなかったもんな、そもそも。現実味はないよ。なんか漠然としてるというか、なんか。なんか切羽詰まったものがないとなかなか動かれないもんね。ああいうふうに、もうお父さんがみたいなものがあるからようやく動けただけで。多分このタイミングで動かなかったらね、あの土地じゃない可能性は高いね。もっと違くていい、それはそれでいいのがあるのかもしれないけど、分かんないけど。まあでもあれだね、もしかしてお父さんたちとこういう計画がなかったら三茶なのか、ああいう武蔵小山とか、ああいうところに一世帯のは、まあ、もしかして実現できてたかもしれない。融資枠も分かったし、まあ、自分たちも、ね、自分たちだけだったらもたもたして、多分今の多分来年再来年とかなってローン枠も減って、まあそれはあったかもしれない。実現してなかったかもしれない。武蔵小山とかあそこでやっても、かなり一世帯だったら、まあ、1億近くはかかるからね、賃貸つけようとしたら。まあ三茶は現実味があったよね、あれね。あでも三茶は高かったのか、ちょっと高かったね。武蔵小山はなんか変な土地だったんだよね、あれ。旗竿で、あそこちょっと変な土地だった、
1億ちょっとはかかってたと思う。1億ぐらい。それを私たちだけで背負うのはやっぱしんどいよ、やっぱり。まあいずれにせよ多分23区内ではなかなか計画できなかったかもしれないね、反対で行くと。反対は結構当初にしたらできるかもしれない。ただ中古とかあったからね、中古とか建て売りとかで7000万ぐらいで有天地とかあるもんね。賃貸ができないからね、中古とかって。まあ賃貸はできない、やっぱり私たちの規模とは違うんですかね。開幕、神様はよくできて、みんなの望みをうまい具合に誘導してくれたものなんだと思うよ。まあ、おかげというところかもしれないな。先祖様と。まあ、ご先祖様が大きいよ。ごちそうさまでした。出れんの？こっち。恵比寿駅だ。銀座線あったんだっけ？あ、なんか乗り換えるんだっけ？あの地下鉄で帰る？どっちでもいいの？地下鉄でも。どうやって帰ってたの？JR で行く？久々に。JR で来たじゃん、でも。JR で来たっけ？あれ？あ、そっか。恵比寿。あれは荻窪に行くのに JR で行った。地下鉄にしようよ。地下鉄にする？うん。ここはないんだよね。
来てる。ちゃう。
六本木です。都営大江戸線はお乗り換えです。The next stop is 六本木 H4. Please change your tone.神谷町です。 The next stop is 神谷町 H4
LINE からちょっと外れて、ヤス君が保存してる写真のアルバムがあるでしょ、そこからじゃないと行けなくなっちゃったの。違う計算にする、あれにするわ。なんだっけこれ、写真から行った方が簡単です。
銀座？駅がおしゃれになってる。東京オリンピックがあるから。
デパ地下で何か買っていくの。銀座です。日本橋か。日本橋で途中下車する。ここなんかあるのかな。銀座あるよ、すぐそこ三越。あ、三越がある。駅直結だから。あ、ほんと。買うなら銀座の方が楽だよ。あ、日本橋も途中下車すればいい。めんどくさいくない。食品売り場見てみる。たまには行ってみる。うん、トイレ行きたくなっちゃった。あ、そう。あ、そうね。俺この間新宿小田急でチーズ買ったから、うん、あ、三越があった。デパ地下巡り。どこにあんの？ボビーブラウンってあんだ。どこまで行くの？ここで待っとく？え？ここで待っとこうか？俺は行かなくていいよ。ここにおる。ってなんだ。ボビー・ブラウン。シャネル。シャネル。シャネル見えてる。シャネル。
しかここから。惣菜うまそう。あ、あれだ、うまそう、惣菜。唐揚げが美味しそう。うまそうだ。惣菜をぐるっと回っちゃった。やっぱ三越お上品だね。小田急はごった煮だったのね。すんげえ。いやさ、前回とあ、寿司、いい匂いだ。まあでも、三平の刺身でもいい気はするけど。他のおかずもちょっとあったほうがいいんじゃない。まあね、寿司カップ何にしますか。あ、うまそう。うまそう、ナス。鴨ナス田楽だって、京都。カニだよ。アユも美味しそうだね。そっか、寿司食いてえな。だし巻きもうまそうね。お上品だね、全部。小福小箱だって、うまそう。麹膳。死ねない死ねない死ねない
お寿司、こういうお寿司を買うか、もしくは三平のお刺身にするか。海鮮は三平でいいよね、うん、じゃあおかずだけ買ってくなんか。ああ。鶏の唐揚げ。ヤス君なんだかんだで唐揚げがいいよ。え、別に何でもいい。天ぷらもある。こっちも鮎があるよ。鮎って売ってんだね。今が旬なんだ。こっちもだし巻きがある。これは何だ、中華。あ、レッキンダックだ、うまそう。三平で買おうか。なんかパッとしなんか特にない。特になし。三平でいいよもう。唐揚げすげえな。あ、ソーセージがある。すごい。バーベキューソーセージだったわ、うん、でかい。ホワイトアスパラベーコン。本当だ。なんかこれどっか並んでんのかな。そんなことないんじゃない。そういうことはない。なんか詰め合わせみたいなのかな。争奪戦がすごいね。タイムセール。あれ？うちの人はどこに行った？あ、いた。なんかパッとしないね。あ、そう。銀座線に戻ろうか。私もさっきハンバーグ食べちゃったから。向こうからだな。エスカレーターをぐるっと回る。待ってるの。なんか
もうタイムセールだからみんな買いに来てんじゃないの。何時今？もう5時とか。あ、そうなの。あ、登るの？こっちじゃない、地下鉄シャネルとかに。あ、アルマーニの左じゃない。これなんか待ってんの？何してんの？口紅とか限定販売。ああ、おお、出口こっち。銀座線どっち？これ丸の内線だ。銀座線こっち。もう入っていいの？浅草行く。この辺にしとく。銀座、銀座。まもなく2番線に浅草行きが参ります。黄色いブロックの内側でお待ちください。電車とホームの間に広く空いているところがあります。足元にご注意ください。 The local train bound for Asakusa is arriving at 40 blocks.ご注意ください。到着の電車は浅草行きです。ご乗車ありがとうございました。銀座に到着です。
Thank you.
申し訳ないけど、横浜の家を建て替えることになりましたにした方がいい。そしたらもう土地探す必要もないし。まあでも大体分かるよ、水さんぐらいになると。勘で。正直に言った方がいいような気がするけどな。安く言ってよ。なんかプランのこととかがなければ全然言えるんだけど。申し込んでるにもかかわらず、富士山のとこで清水やってくれとか言ったりしちゃったから、ちょっともう言いづらくなっちゃって。まあそもそも申し込みが通るとは限らなかったから、いろいろ頼んでみたっていう話。そうだから、もっともっと別の土地でプランをお願いしてれば何か悪いことはないんだけど。
こっちで清水を申し込んでいるにもかかわらず、じさんのところで清水のプランをやってくれってお願いしちゃったから。いやでも結局してないじゃん。いやしちゃったの。いやしてないよ。ヤス君経緯知らないけど、この間も言ったけど、別のところでプランを立てようとしてたんだけど、ヤス君が清水でやってほしいってやっぱ言うから、やっぱり清水でやってくださいって言いかけたの私が。でもやってないじゃん最終的に。最終的には最終的にはやってないじゃんっていうふうにお願いをしちゃったの。そしたらうちさんが分かりましたって言って、で清水を調べたらもう3番手まで入ってるから受け付けませんと。受け付けないのに清水でプランをやる必要ないでしょっていうことを言われて、じゃあ今回の高座落ちでやってくださいってお願いしたの。まあでもそれは別にいいんじゃない。そのやり取りがあったから私は気が引けて言えないっていう。まあそれは別にいいんじゃない。なんよくないよ。じゃあ安く言ってよ、その説は申し訳ございませんでしたって言って、私はそれで安くに言われたとおりに言っといたら気が引ける行動になっちゃったから。それ以上私を振り回さないでそのけんは本当に。前その清水でやってくれっていうふうにお願いし直してなければ別にそれはそれでよかったと思う。例えばお腹どうなったの？もう治ったの？あ、そう。まだ。え？疲れたの？なんで階段で息切れすんの？走る姿が歩いてる、歩いてるスピードと一緒。でも普通の人の。伝わってる。ゆっくり歩いてるよ俺。すごい。こんなちっちゃい歩幅で歩いてんのに。もうこれかなりスローだよ。これかなりスローだからね。言っとくけど。かなりのスローだよ。相当スローだよこれ。かなりのスローだよ。めちゃめちゃスローだよこれ。違うよ。そうじゃないよ。スローだ。みんなそうだ。
渡る。三平行ってみるの？北海道ラーメン。寿司一番。そういえばくら寿司最近利用してないね。三平の方が美味しいもんね。あ、そうなの？あ、刺身？まあ刺身もネタ、お寿司もこっちの方が美味しい気がする。あ、そう。くら寿司がどんな味だったかはよく覚えてない。スシローに入るんじゃないかな。スシロー？何スシローって？スシローはああいうなんかチェーンの中で人気がすごい高いんだ。あ、そうなんだ。くら寿司は？まあ、そこそこ。そうなんだ。わかんない。どうでしょう。あ、あんじゃん。あんじゃん。なんかあるよ。半額になってる。よかったね。取る？ちょっと内容違うね。違うの？はい。以上。入れとく。刺身はない。盛り合わせはない。なるほど。じゃあこっちで見てみる。じゃあこれにするか。どっちがいいの？赤身。それ中押しなって。でももう盛り合わせないよね。盛り合わせはない。そういうこと。どうする？まだあるよ。白身とかイカ刺し。あ、どこにない。イカあった。ちょっと違う。これでこんな感じだったよね。あ、いいよ。刺身をさばく。美味しいよ。イカ刺しにするか。こんな感じでいい。あと白身食べる？安いよ、白身魚。マダイ。
どう違うんだろう。ブランでしょ。ブラン。まあいい。いいんじゃない。あの包丁切れるね。久々に使ったから。いや、かなり切れるよ、あの包丁。レジ、ここ買うものあった？こんなのとかある？わさびとかある？わかんない。わさび最近ないんじゃない。飲み物も買っとく？ついでに。わさびこんなあたりぽい。どれ？わさび。どれがいい？俺もわからない。こっちじゃない？もうわかんない。全員行かないでいいようにして。じゃあビールとか買っとく？ランチパックだって。これどうやって開けるの？ここから。あ、そういうこと。OK。 以上。
ったあった。引きずってる。え、何が、リーシング苦戦してんな。なんでこんなにテナントがつかないんだろう。場所いいのにね。ユニクロも出てったし、あ、ユニクロ開いてんじゃない。ちょっと覗いてく。刺身痛まないと思うけど。え？え？ちょっと覗くぐらい、うん、大丈夫かな。それは人を呼ぶよな。人多いよ、多分。呼ぶ。ユニクロはもう浅草バージョンになってるもん。ユニクロ、浅草、うんと、そう、あー、すごいね。いやでもさ、あれじゃん、すごいな、ユニクロ浅草。これはでかい。でかいよ、ユニクロ浅草。こっち入るの？ユニクロ浅草オープンおめでとうございます。柳井社長やってんの？もうやってるよ、柳井社長に。こっちは女性。
これも女性、女性だろうけ、確かに女性なわけだ。メンズあるのかな。6月18日からメンズキッズで発売。上に行ってみる。こっちか。上っぽいね。まあ、丸ごと日本はまた戻ってくるの？うん、もう隣に似たようなのあるよ。あ、そうなの？隣？うん、この敷地内の隣に。あ、そうなの。ユニクロの隣。メンズだ。すっげえ浅草意識しまくり。あ、これがヤス君のあのほら色違いのやつでしょ。ああ、そういうこと、うん、T シャツあっちらへんってこと。これがあれだ。ありがとうございます。買ってみる？俺はいらないけど。あ、ポロシャツ、これ形がいいんだよ。クルミの感じ綺麗だね。うん。あ、シャツなんだ。いらない。あ、あれだ。カーディガン欲しい。カーディガン。ここビジネスフロの。ビジネス。これもいらない。なんかいいやつが。寒い。これは寒い。ってなってる。何？この上のは下までボタンがある。この縫いじゃないやつが。これポロ？ポロ。あ、これなんかいい。いいんじゃない？洒落てる。セオリーのコラボ。あ、なるほど。あ、これはいいかもしれない。うん。ちょっとちゃんとしてる。ちゃんとしてる。設計が良くないとね、やっぱり。下のところはこんな感じ。着室。仕事でも行けそうなっていう感じかな。ジャケットの下に着るといいかもしれない。じゃあ。あっち側見た？見てない。あっちにもあんだ。カーディガンはどこにあるかよくわかんない。カーディガンいらない。
そういえば夏だなと思った、うん、ね、もうあ、こういうのはいいんだよね。あ、傘、丈夫な傘ってやつね。これワンタッチで開かないからね。ワンタッチで開かないともう俺はいらない。ワンタッチ命。あ、ここにあったんだ。そういうことで、そんな感じだな。そういうこと、そういうことで降りる。以上、ユニクロ巡り、ユニクロでした。ああ、本当だ。まあ、ロックスはもうリーシングがね、弱いね。っていうかもう投資できないんだよね、多分。イニシャルに金かけすぎて。なんかこの辺から出れたよね。こっち出入り口なかったっけ。あ、閉鎖されて。上がリッチモンド。そろそろ終了させてよ、やっしょ。もう終わります。ユニクロ浅草、浅草でした。うん、そういうことで、そんなことで皆さん、不動産ツアー、ユニクロツアー終わります。